次回のね、シンギュラリティサロンの、このライブ配信をするシンギュラリティサロンですが、前にお伝えした通り、11月10日の日曜日の1時半からということに決まっておりますが、タイトルがですね、ビッグヒストリーとシンギュラリティへの道ってことに一応したんですけども、本当は元のタイトルはビッグヒストリーと人類の終わりの始まりっていうことだったんですね。このお話ですよね。というような内容です。が、おそらくこのタイトルだけではですね、なんだこれはっていう感じになりそうなので、今日はこのお話しいただくお二人にですね、ちょろっとこう、どんな話になるのかなっていうのをお聞きしたいなと思うんですけど。まあ、基本はあれですよね。ここ数ヶ月、うん、この AI 関連が非常にドラスティックな変化してるんで、うん、それをまとめながら、ちょっと最近の洞察というものを喋ろうという話ですよね。うん、まあ、先生はまあずっと、だから今、最近ずっとお話しされてる内容のまとめみたいなイメージを持ってるんですけども。でもね、僕ね、今日、あの論文を読んでてね、なるほど、はたっとひらめいたことがある。何ですか、それ。というとね、まずね、宇宙が始まったの、今から138億年前で、ね。で、地球が生まれ、まあ、太陽系が生まれ46億年前。で、まあ、生命ってよくわからんが、まあ、いろいろ言われて、まあ、40億年、38億年前と、まあその。で、人類が生まれたのが大体今から、まあ、200万年前と言われてるわけ。で、ホモ・サピエンスは大体20万年前。だから、あの農業が始まったのが大体1万年前、ね、うん。で、これでね、重要なイベントって、ね、まあ、宇宙が始まりが当然重要ね。で、次、我々にとって重要なのは、地球が生まれてですね、生命が生まれたってこと。だそれまでは物理時代というね。うん、で、私がの初期の大学院時代の研究テーマは、この物理時代の研究、宇宙の始まりのね。うん、で、次に生命が生まれて、ね、で、ずっと、まあ、いろいろあるんやけど、次に重要なのが人類が生まれたことね。あ、で、人類が生まれたのは今言ったら200万年前。はいはいはい、でも、現世人類は20万年前。はいはい、ほんでですね、僕は、で、ここではね、こう言いたいんだけど、現在、そろそろ先の話ね、人類時代の終わりの始まりと。うん、で、次がね、まあ、僕は機械生命だと、まあ、思うわけや。これ、生命の延長なんやけど、うん、ただ、この宇宙はですね、最初、物質の時代。物理時代があって、次生命の時代があって、次に文化の時代というね。はいはいはい、文化の時代っていうのが、まあ、人類が生まれてから。はい、それが、まあ、まあ200万年前、うん。で、次にはね、機械生命もこの文化を生まれる、文化の時代なんですよ。機械生命も、だから普通の生命と人間の違いは何かというと、これどっちもね、情報を伝えていくものなんですよ。はい、で、生命が情報を伝えるのは DNA で、この変化はね、あのダーウィン的な進化で遅いわけよ。うんうん、ところが人類はね、言語を持ってるからこの変化が早いわけよ。で、機械生命ができてもこいつも言語を持ってるから、これはね、人類の延長なんや。うん、でもね、人類とは違うわけや、うん、ね。そこでね、何が言いたかったかというとね、宇宙が始まって、まあ大体100億年としましょう。ね、で、生命が始まったのが38億年。まあ、これも100億年と思っていいよ。ね、ね、で、人類が始まったのが、まあ、200万年前というか、まあ、100万年としましょうよ、ね。で、もうすぐ終わると。だから人類時代というのは100万年、うん、よくてね、うん、長くて、あるいは、ね、10万年、ね。これ、100万年というと、100億年から比べていくらですかと。100億年が10の10乗で100万年が60やから1万分の1ね。うん、で、うん、まあね、宇宙の歴史がこうあってね、ね、人類がおるのはこのね、1万分の1だけない。うん、で、次にね、機械生命ができて、これがいつまでおるかというとね、これ、太陽が終わるのはあと50億年先や。でもね、でも星があといくら残って、いや、どんだけ光るかというとね、これはね、100兆年とか1000兆年とか十分あるわけよ。うん、でね、
だから宇宙の歴史がこうあってさ、まだ今ね、あの、まあ、大体100億年ね。で、この先がさ、1000兆年とかなんていくらでもあるわけ。で、人類時代ってこの1万分の1年。おで宇宙の中にとほんの一瞬だけね。おこれが、要するに、生命が生まれて、次に機械生命が生まれる媒介なんや、人類は。媒介しかなかったか。だからね、あのね、人間中心主義者がね、人間が偉い偉いとか、機械がすごいとか、いや、機械に、大したことないとかね、言うけどさ、人間って全くこの宇宙の中、この長い歴史の中の、ほんのね、ひらめきない、一瞬ない。今ですぐ、今すぐ。だけど、あんまり言っちゃう、もう今ので尽きちゃわないでしょ、ね、そう。今ので全部じゃないですか。今度喋る内容は何の話なんですか。いや、まあ、そういうことをもうちょっとね、あの、具体例を挙げながら。具体例。なんかちょっと、希望がなくなってきましたけど、大丈夫ですか、ね、本当だ。もう、ね、何やってももう意味がないっていう感じになってきましたね。で、さらにね、そんなことはないやん。で、僕はこう言いたいんやけど、今ね、生命が始ま、生まれて、ね、で、どんなのが生まれたかって、バクテリアよ。うん、細菌よ。で、細菌。あ、細菌ってそっちの方ね。細菌、バクテリアのことは細菌。バクテリアの方。これが滅んだかというと、滅んでないよね。だって腸内細菌ってものすごい数おるんよ、ね。で、最初ね、生物は海の中におったんや、で、陸上に上がったやつがおるわけ。でもね、魚おるよねって、海におるやつは今もおるよね。いや、つまり何が言いたいかって言ったら、人類が次に機械生命に変わったからといって、人類が滅びるわけじゃないと。人類は機械生命にとって腸内細菌のようなものになる。ああ、ことですか。機械生命に役に立つものでしょうかね。あるいはだから単に動物園の動物みたいなものかもしれない。機械生命にとってね、ね、人類を滅ぼすことはね、良くないことない。つまり腸内細菌をね、全部殺すっていうことは良くないわけ。いや、まあ。機械にとって人類が腸内細菌の存在だっていうのはそういうことですね。そうであるかどうかはまだわからないですよね。だから、ね、いや、機械生命の立場に立ってね、ちょっと彼らに言いたいんやけどね、人類はね、を滅ぼすのは得策じゃないよと。じゃ歴史を見なさいって、ね、まだ細菌おるでしょって、まだ魚おるでしょって。ね、まだ哺乳あ爬虫類もおるでしょって、みんな共存しとるんやって、だから人類もね、そのように君らにとって、ね、腸内細菌みたいなもんやから、大事にしましょうと。いや、だからその説得をしようっていうのは、山川さんおっしゃってましたね、そうですね、こっちの悪いダークサイドに行かないようにね。だからね、賢いから、そんなことは分かるはずよ。大体ね、ボストロムがね、あのクリップマシンみたいなことで、あんな全くおかしいと思うよ。超知能やで、ね。それがクリップばっかり作ってね、世界をクリップにしてしまう。そんなバカなことするかって。だから、ボストロムはね、超知能はね、バカだって言ってるわけだろ。人間中心主義ですね。いやいや、じゃあ全然希望は出てこないですけどね、話してても。いやいや、だから生きられるっていうことよ。滅ぼされない。生きてはいけると。いや、だから基本、あの先生、全部喋ってしまったらあれですよ。そうですね。今度喋る。いや、だから基本、あれですよね。先生の様子見てる限り言いたいこといっぱいあるから、ちょっとまとめて、全体をちょっと喋ってもらおうという回だと、はい、いうことですよ。あ、そうですね。これまでの総集編という感じですか。塚本先生は、なんか、ちょっと今回、まあ、特に。手足しでなんか入れとこうかなと思って。なんか入れとこうかな。何ちょっと今のとこまだあれですけど、まあ、普段喋ってる話は私、上田部からサイボーグへと、うん、で、さらに超人類へと、人間の側も超人類になっていくんだっていう話です。うん、まあ、そこちょっとシナリオを変えないといけないかなと思ってるところをちょっと喋るかどうかどうしようかと悩む。ちょっと希望のあるお話してくださいよ。いや、基本的にはね、もうここでずっともう、
何年になりますかね。ちょっとだいぶやってますよね、これね。だからなんか意見一緒になってるんですよ。やっぱ先生の意見を私はもう全て吸収して、吸収なんと洗脳されたことです。いやいや、もともとだから思ってることと近いですから。いや違うのは最終形態が、バチャ銃かリア銃かの違いぐらいで、あ、いやそれ以外の部分は基本松田先生のおっしゃることを吸収してやってますから、ちょっと反対の意見を言うっていう感じじゃなくて、うん、どうしようかなとか思ってるところですね。あ、一つ思ってるのが AGI とか ASI の定義の話ですね。定義の話、うん、まあ私結構好きなんで、うん、ちょっと変えなあかんのちゃうかみたいな。でそれもあれですね、鳥と飛行機の話ってよく先生されてますから、その比喩はすごく分かりやすいように思いますんで、そういう話と絡めてなんかどう話そうかなとか思ってるところですけども、ちょっと何話すかちょっと分かりません、当日まで直前に考えたいと思います。そうですか、分かりました。まああとね、10日ですけども、はい、まあ、今回はだから10日の間にも何か起こりますよきっと、またね大きな事件が、もうこんなことやってる場合じゃないかもしれないですね。そんなことないですか。まあ、いやいや、今もだから実際ね、うん、すごいでしょ、毎週毎週ね、うん、いろんなこと。いや、すごいです、すごいです。もう。アーカイブってあるでしょ、論文のレポジトリ、はいはい、うん。あれで AI の分野って毎日100本以上論文出てるわけで。100本、ね、すでにそんな状態ですからね。なんかね、5の倍数の日が本数多くてね。いや、なんか200本ぐらいあるような気がします。なんでしょうね。すごいですよ。だからもうやることいっぱいっていう感じですよね、 AI 分野。本当ですね。いや、はい、論文書けるのも今よ、うん、だってさ5年後からもう論文書けなくなるんだから。いや、すでに AI が書いてる説がありますけどね。ん、すでに AI が書いてる、ね、5のつく日だけね。ノーベル賞の話も最近、この物理も科学もノーベル賞 AI 絡みですねとか言ってますけども、来年再来年は AI 自体がノーベル賞を取るんちゃうみたいな、そんな話する人も結構いますよね。うん、ね、いや、実質的に、まあ本当にそうなるかどうかは別として、実質的にそういう傾向になっていくと思いますけどね、うん、これからは AI ばっかりだ、うん、AI 絡みばっかりだと、うん、でそれを対象が AI になるときっていうのがあるのかどうかちょっとわからないですけども、うん、はいはい、まあね、ちょっとこのままだと希望のない話になっていくので。いやいや、逆じゃないですか。いや、そうですか。素敵発見が続々と起こっていくと、はいはい、これからね。わかりました。まあ、皆さんのあのね、見ていただく方にもね、いっぱい意見いただいて、ぜひ、アフターサロンもやりたいですね。はい。まあ、ちょっと反論もちょっといただかないとね、今回。いや、見てる人もなんか、このこっちの系統の人多いんじゃないかな。それ、ね、ちょっと人間中心主義者の方もぜひね、見ていただきたいですね、今回は。はい。ちょっと塚本先生がそうなってしまうと困るんですよ、私としては。あ、だけど、まあまあ、まあまあ、あれです。反対意見を取り入れつつ、しゃべるんかな、ちょっと分かりませんね。はい、ちょっともう分かる。配慮しつつ、なんか、はい、こっちではね、こっち側ではそうしますけども、はい、あっちの方では安田さんが中心ですから、うん、安田さんがコントロールして。いや、2人がもうそっち行っちゃったら、もう私もついていくしかないんですからね。まあ、それはそれでそういうチャンネルだということでいいんじゃないですか。あ、まあいいですかね。はい、まあ、どうせね、あと2、3年ですから。いやいや、5年あるよ。5年、あ、5年ありますか。はい、まあ、基本こっちが正解だと思いますけど、我々あれでしょ、もうだいぶ前からイケイケどんどん派だったでしょ、このサロンが立ち上がった時からね。うんうん、で基本言ってる以上に速いぐらいのスピードで、そうですね、AI が進んできてますよね。そう、僕ら以上に AI のことで、あっという間に賢くなるみたいなことは、我々予言できてたと思いますけどね。うん、いや、僕ね、コメント欄の中でね、これだと思ったのはね、いや、まあ核兵器の開発と似とるという話やけど、あのね、核兵器、原爆ね、が重要なのは、連鎖反応ね。うん、で、ウランに中性子が当たって、これがパカンと割れると、この時に、ここから中性子が出てくるわけよ。この時何個出るかが重要なんや。うん、
で 2.2 個平均ね、うん、でなんでかって言ったらもしね1個だったら次に分裂するけど爆発はしないわけよ、うん、だけど2個だったらね1個が2個になり2個が4個になってブワーッと増えるから爆発するじゃないですか、うん、だから原爆になるためにはこのねあのどんだけあのニュートロンが出てくるかが重要でこれが2個っていうことが重要なんや、ね、2個以上ってことはねさてはねここでコメントでこういうのがあったけど AI がね次の研 AI のまた研究をやるというときにはねこれがペーパー一つの AI のペーパーがね次2変革とで2変がまた2変革としたこれね連鎖反応じゃないですか。で知能爆発になると。あ核爆発と知能爆発は非常にねパラリになってあ AI の臨界点みたいな感じですね。そうでね そのねあの書き込みがあってねこれ本本当にね、パラレルだと思うね。どういうことかって言ったら、まずね、連鎖反応ということを言い出したのが、ね、1936年かな。うん、シラードなんや。ね、その時に、なんでかって言ったら、その時にラザフォードという大家がね、核エネルギーを利用することはできないという講演をしたわけ。うん、つまり原爆も原子炉も何もないんだと。ね、で大家ですよ、ラザフォードは。で、それを聞いてたシラードがね、なんおかしいとな、ね。で、彼が核連鎖反応の理論をその晩に考えたってわけよ。うん、で、ただ彼の考えた連鎖反応は、あの具体的なあの物質は間違っとってやね。で、1938年になって、ウランが核分裂するということをドイツが発見したんや。これが重要ですよ、38年ね。うん、ねで、これを聞いてやね、ねでこれで、まあ、原爆になるっていうことを、まあ、シラードが思ってやね。で、まあ、アインシュタインに行って、で大統領に手紙書いてもらったって話あるよ。で、フェルミが原子炉を作って連鎖反応に成功したのは1942年なんや。ね、で原爆は45年なんや。ねうん38年、ね、42年から45年。これよく考えてください。38年から42年までって何年ですかと。で、4年以上、ね。で、原爆まで何年ですかって言ったらね。プラス3ってことですね。ええ、プラス3だから。4年、3年、7年ですね。7年。で、今24年からいってね。で27年ってマーシュブレン言ってるよ。でこれがね、うんうん、連鎖反応が実現するときなんや。うーんでだからフェルミが原子炉を作ったときに相当するのが原子炉が42年なんだけど、うん、あのこっちがマーシュブレンは確かでは27年や、うん、28年かもしれんがまあそのぐらいで、それから数年後にはね、だから、まあ、27年として30年にはね、うん、あの核爆発ならぬ知能爆発が起こるわけや。だからいや、つまり何が言いたいかって言ったら、核開発と超知能開発は非常にパラレルで、時間的にも非常にパラレル。うんうんうん、だけどね、知能爆発を起こすためには、ハードウェアの制約と、エネルギーの制約がありますよね。だちょっとだから爆発がどんどん大きくなるっていうにはやっぱり物理的制約の方で。で原爆の場合はね、ねウランを濃縮せんといかんけ。これが制約ない。あははは。でだからマンハッタン計画っていうのは結局ウラン濃縮の計画みたいなもんね。でね。さらにね、こういうことは言いたいんやけど、日本の原核開発はどうであったかというと、1945年、ね、つまり終戦の日ね、の7月、7月にはね、京都大学理学物理の荒勝文作教授、
が琵琶湖ホテルで第2回の会議を行ったと、でその1ヶ月後に原爆落とされたんや、だから日本の、ね、核開発とアメリカの核開発のこの差ね、と今の超英悪の日本とアメリカの差、それがまた同じなんや。またさらに希望がなくなってきたじゃないですか。先生のお話もなんか核は爆発してるみたいにどんどん広がってますけどもちょっとそろそろこれはそうです、ね、ここいらで止めて予告編のもう領域を超えてしまいましたので、もう本編に入ってますけど、まあ、本編を楽しみにということで、はい、そうですね、まあ、こんな感じで、はい、爆発が起きそうなのでぜひ見てみてください。面白くなると思いますね当日、そうですね、はい。